もこんにちは、こんばんは、ゆうすいです。ゆうすいの合唱堂へようこそ。タイトルにもある通り、今回仲間の鈴音さんが合唱堂から抜けることになりました。まずね、まあ、この結果に対して、今まで合唱堂を見ていただいた方の中にはね、鈴音さんのこう動画の面白さとかね、鈴音さんの魅力っていうものを感じて見ていただいた方も中にはいると思います。なのでこういう結果になってしまって、その方々にはね、申し訳ないなって思ってます。で、抜けるにあたっての経緯なんですけれども、まず最初に合唱堂のルールの基礎的なルールがいくつかありまして、そのうちの一つにですね、正常ではない状況で一週間以上連絡が取れなくなってしまったら、ゆうすいの独断と偏見で、そのメンバーを合唱堂から抜かすことができるという可能であるというルールはもともとあったんですよね。で、そんな中、鈴音さんが、こう、ある程度の期間、連絡が取れなくなってしまって、その間にも、連絡は取ろうという思いを伝えながら、まあ、ただ伝えすぎるのも良くないから、数回伝えてはいたんですけれども、連絡が取れないっていう状況が続きまして。なので、今回、この判断に至りました。そうですね。だから、今後は、企画動画とかでね、鈴音さんが出ることはないと思います。そしてこの連絡がない期間にいろいろゆうすい自身考えたことがありまして、まあ一応現状報告というかその意味も含めて、それをお話ししますが、ゆうすいはですね、常日頃から合唱堂のメンバーに対して、まあ今は鈴音さんしかいなくなってしまっていたんですけれども、合唱堂の仲間になるメンバーですよね、メンバーに対して、ゆうすいの愛情を与えたいっていうのは思っていて、常日頃思っていたし、いろんな場所でも言ってきました。で、ゆうすいにとっての愛っていうのは、ゆうすい自身の母から受けた愛を、まあ、そのまま、なんだろう、それを理想とした形で描いてはいて、それが、見返りの求めないもの、見返りの求めない情、友情、愛情、っていうものだなって思ってます。で、だから、今回連絡が途絶えている時も、ユースにとっての愛情って何なんだろうなって思って、ずっと考えてはいたんですよね。例えばユースが母親に連絡しなくなって、ある程度の期間が経ちました。その時に母親はどうするのかってなった時に、きっと母親だったら待つんだろうなって思うんですよね。ずっと何年でも待つんだろうなって。連絡が途絶えたとしても、待つんだろうなって思ったりするんです。で、ゆうすいもその考えは結構あって。待とうと思えばいくらでも待てるし、本音を言えば、もっと一緒に合唱をやりたいし、合唱の企画もたくさん取りたいしって思ってはいるんだけれども、本当に本当に考えてたんですよ。ここ2ヶ月ぐらいはずっと。で、その中、この、待つっていう時間が、どれだけの価値を生み出すんだろうって考えたんですよね。鈴音さん一人に対して愛情をかけるのであれば、永遠に待ち続けようとは思えるし、ただ、やっぱ合唱堂をやっている中で、合唱堂のメンバーとして存在する鈴音さんに対して、ずっと待つとなると、その思っている時間が、もしかしたら他の時間に当てられるんじゃないかなとかも思ったりするし。ここは本当に、この判断が正しいのかっていうのはわかりません。待つ。判断だって正しいだろうし、こうやって決断する判断も正しいだろうし。でも、
それが正解かどうかっていうのは分からなくて。ずっと自問自答してきました。自分自身のユースにとっての愛情って何なんだろうなって。まだ答えは出てないんですけども、少なくとも、価値を生み出す時間、その時間が価値を生み出すためには、ユースの時間が、生きてる時間がより多くの価値を生み出すためには、合唱に対しての愛情っていう方が大きいのかなって思いました。合唱の動画を作る、合唱に関することを考えるっていう時間の方が大きいんじゃないかなって思ったんですよね。まあ本当に、同じ話をもう一度言うと、最近で言えば、もう特にこの決断をする直前のね、2週間とか3週間とかだと特に、1時間とか考えちゃうんですよね。流水は一つのことをずっと考えてしまったりとか、やるしかないんで、一回考え始めるとずっと考えちゃうんですよね。何が正しいのかって。その1時間って果たしてどうだったんだろうか。これから先も続くかもしれない1時間が、毎週1時間、毎週2時間、毎週3時間思い続ける。それが価値を生み出すのか、生み出せるのかっていうと、わからなくて。そういう思いもあって、合唱のメンバー0人にして、ユースイ1人で動画を作っていく方がいいんじゃないかなって思ったりもします。そしてさっき、今後ね、動画出ないとは言ったんですけれども、実は2月に、今年の2月に、友とあなたと合唱団としてね、鈴音さんと2人で合唱を歌ったんですよ。で、そのステージは実は撮っていて、それをね、今年中に出そうと思ってます。そもそもそのステージに出る時の、条件というか、鈴音さんと、その時は普通に話していたので、鈴音さんに伝えたことは、まあ、動画撮ってそれをいずれ公開するから出るっていうふうに約束して出たんですよね。で、だからそれは、以前に約束したことなので、今年中にそれは出したいなと思います。一緒に歌った最後の歌ですし、2曲歌いまして、そのうちの1曲はね、今年の最後の MV に出そうと思っていた曲なので、まあその MV が出てからすぐぐらいにね、出したいなと思ってます。思い出が一番最後に、最初で最後のステージだったから、鈴音さんと歌ったのが、それが。最初で最後のステージだし、思い出にも残ってるし、記録にも残したいなと思って。で、それが、友とあなたと合唱団2の出来事なんですよね。なので今後動画はそれだけ出します。で、あと今後の流れを全体的に言うと、ユースイの合唱道としてメンバーはひとまずね、設けないことにしました。今まで、仲間が入ってくれて、編集なり、出演なり、演奏なり、手伝ってくれながら、合唱道を続けてきたんですが、合唱道のメンバーとして存在するのは、今後、まあ、ある程度の期間、ユースイだけでやっていこうかなって思います。で、ただ、友とあなたと合唱団としての活動の中で、新しいメンバーは募集したいなとは思っています。友とあなたと合唱団っていうのは、僕が作った合唱団のことで、毎回結成して、毎回解散するという合唱団です。まあ、この思いはね、話すと長くなるんで割愛するんですけれども、合唱団に長くいるとですね、普通の一般的な合唱団に長くいると、なあなあになってしまったりとか、デメリットもやっぱり多くあるんですよね。関係性がこじれるのが怖いとか。だけれども、毎回解散して毎回結成するのであれば、毎回メンバーが変わるのであれば、本音を出せたりとかね。期間が決まっているからこそ全力を出せたりするなと思いがありまして作ってるんですよね。だからそのメンバーは随時ね、募集していきたいなと思いますので、また、機会があれば応募していただければなと思います。なるべく弾くことはしたくありませんし、
まだね、1600人のチャンネル登録者規模なので、まだまだ弾くとかはせずに、選出するとかもなしに、とにかく、出たいって言ってくれた方と共にやっていきたいなっていう気持ちはあります。まあ、またそれは追って連絡しますが、そんな感じですね。なので今回の動画を持ちまして、スネさんが抜けます。はい。3年以上、一緒にやってきたので、僕自身もね、まあ、さっきも言ったように何度も考えてきました。この決断に至るまでに。ただ、時間、生きてる時間、1分1秒でも長く、より合唱の動画の編集とか、動画の企画の方に当てるのが、いいんじゃないかなって。全く自信はないですけど、そっちの方がいいんじゃないかなって思うから、こうなりました。で、以上が鈴音さんに対してのご報告でした。で、まあ今、まあこれで動画終わりにしようかなと思ったんですけど、もうちょっとだけ話したいことがありまして、まあ、別の話というか、湧水の合唱における話をちょっとだけお話しさせてください。まあ、興味のある方はぜひ聞いてください。まあ、もともとこれ話す予定ではなかったんで、まあ、気軽に聞いてください。湧水は合唱めちゃめちゃ好きだし、合唱やってて、ね、老若男女、日本全国民、全国民で歌いたいなとかも思ってるぐらい、合唱好きだし、人っていう存在も好きなんですよ。ただ、湧水が間違ってる、湧水がおかしな性格なのかもしれないから、いろいろ言われたりとかね、合唱やってる中で、本当は仲間だと思ってた人からいろいろ言われたりとか、それは湧水のせいかもしれないし、その人の性格の問題なのかもしれないけれども、まあどっちの問題でもあるかもしれないんだけれども、それを思ってね、本当に信頼する人じゃないと、本当に合唱楽しめないなーって思ってるんですよ。ともとあなたの合唱団を作ったのもそれが一つで、まあ今のルールにしたのもそれが一つで、毎回結成して解散するんだったら、別に、なんだろう、気兼ねなく、いい意味で気兼ねなく何でも本音で話せるなとも思ったし、ぶつかれるなって思ったんですよね。さっき言った、もともと仲間だと思ってた人から言われたとかに関しては、もちろん少ない人数なんですよ。そんな、誰からも言われてるわけじゃないし、なんだけど、でもやっぱり、それは事前に防げたことなのかもしれないなとかも思ったりもするんですよね。話し合ったりする機会があったり、本音でお互いがぶつけ合ったりすれば、それは起こらなかったことなんじゃないかなとも思ったりもするし。他の合唱団とか、まあコロナ以前だと、見学とかね、たくさんの合唱団の方々を見てきたりはしたんですけれども、やっぱりなんか、違うな。合唱をやるにあたって、湧水の思い描いている理想の合唱の形と違う部分もあって、それを言い始めるとキリがないんで言わないですけど、合唱を愛せば愛すほど、合唱ができない状況に今陥ってるじゃないかなとかも思ったりもするんですよね。でもそんなことはないって思ってはいて、絶対に湧水の気持ちに賛同してくれて、気兼ねなく何でも本音で話してくれる人は世の中には絶対いるはずだし、その人と共に合唱は作っていきたいって思うし、一方で湧水もわがまま言っちゃったりする時もあるし、人間としてまだ未熟な部分もあるから、それは申し訳ないなとも思いつつ、だけれどもぶつかりたいし、本当の合唱って何なんだろうなって思うんですよね。
なあなあで合唱団に所属しているから、たまたま所属していた人とたまたま合唱をやるのかじゃなくて、本当にこの人とやりたいんだとか、この人のこの部分が魅力的だから、この部分を、この魅力の部分をもっと合唱に活かしたいって思うのか、全然違うなって思うんですよね。なんかこういう熱のある話も、誰かと面と向かって長話とかもしたことないですし、うん、この悠水の考えが弾かれるものなのであれば、もう悠水は生きてる価値ないなとも思うし、だけれども絶対に、絶対にいつかこの考えが受け入れてくれるじゃないかなっていう思いもあるし、そうなんですよね。まあ、悠水自身がね、他人に対して壁を作っている部分もあるので、それは早めに、ね、取っ払わなきゃいけない部分ではあるんだけれども、まあ、過去のね、トラウマとかもいろいろあるから、まあ、それは人それぞれなんだけれども、いろいろある中で合唱しなければならない、するってなった時に、いろいろ考えちゃうんですよね。そう。で、まあ、こんなね、動画をここまで見てくださってる方のことは大好きだなって思いますし、なんか、まあ別にこの動画を見てるから好きイコールじゃないんですけど、まあここまで見ていただいてる方は、少なからずね、悠水の気持ちとか、悠水の考えに、まあ賛同というか、共感というか、うん、ちょっとは、まあ確かになって思う部分もありつつ、聞いていただいてるのかなとも思うから、うん。まあ別に空っていうか結論はないんですけど、本当に、ね、ありがとうございます、はあ。とにかくね、本当に、ただ、やっていくしかないなと、悠水自身は思ってます。これだけは約束しておきますが、悠水は死んでもというか、まあ死ぬまで合唱には関わり続けますし、自分なりの合唱、まあ少なくとも自分なりの音楽はね、作り続けていきます、表現し続けていきます。悠水が YouTube をやめることはありません。まあ YouTube 自体がね廃れていったら話は別なんですけど、まあ別の媒体になったりとかするかもしれないけど、活動は絶対にやめません。なぜなら悠水から合唱を取ってしまえば何の魅力もない人だから、うん、絶対にやめません。だから悠水の人生の合唱道としてね、YouTube の合唱道というチャンネルじゃなくて、悠水の合唱の道をね、悠水という人の合唱の人生の道しるべを、またこれからも見ていただけたらなと思います。一歩ずつ、確実に進んではいます。また、今後、見ていただけたらなと思います。投稿頻度ね、最近ちょっと微妙なんですが、またね、出しますので、よろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。